はい、どうも、ケイキューです。今日ですね、ピクセルリマスター、スイッチ版続きやっていきましょう。はい、今こんな感じです。次は、沼の洞窟、向かいます。まあ、ストーリー的には、西の城行って、クラウン取ってきてくれないかって言われて、沼の洞窟、行った方がいいんですけど。まあ、ちょっと飛ばします。ストーリーちゃんと見たいよって方は、ゲームボーイアドバンス版の実況を見てもらえたらなと思います。1回目のやつ。2回目はね、もうぶっ飛ばしてるんですよ。ちょっとオフで行こう。洞窟入ったらオンで行こう。宝とか無視行きます。欲しいのはないです。いいね、サクッと。ちょっとレベル上げた方がいいかもね。こいつら毒がめんどくさい。HP180 くらいやろ。ピスコディーモンの攻撃、100くらい受けるよね。あと1100か。まあ上がるか。サソリ。まあこいつは毒めんどくさい。攻撃力も高かったよね。グリーンスライムか。こいつらね、倒すのちょっとしんどいんすよ。逃げます。魔法があれば楽勝です。ああ、そうか。さっきの行動になるよね。今のは戦いたかったね。もう1レベル上げて OK。 はい、これでいこう。全開して、あ、踏んでくるわけじゃないですね。開けたらか。ピスコディーモン、いけるいける。押せ押せ。やられる前にやるしかねえ。ケーキング落ちた。関係ねえ。クラウンゲット。次は西の城です。はい、着きました。クラウン取ってきたぞ。こいつがアストスでした。こいつはね、ラケ使ってくるんですよ。ファイラとか。それ連発されると厳しいっす。あー、サンダル来たか。まあもう一発来ても大丈夫。その前にやるしかねえ。あとはね、デス使ってきたりとか。通常攻撃引ければね。オッケーオッケーオッケー。いける、勝てる。うーわー、寝たか。
レベル16。水晶の目ゲット。次は的親の洞窟ってところに行きます。はい、着きました。目が。で、次はエルフの王子お越しに来ます。エルフの城着きました。これを使ってくれ。神秘の鍵。これでね、いろんなところの宝回収できます。カオス神殿とか最初に行ったとこっすね。あっことか、さっき言った西の城とか、ここにもあります。まあ一応ここのだけ回収しとくか。ミスリルハンマー、いや全部回収しとくか。エンカウントオフできますし。到着。何入ってたか覚えてないです。あ、モンスター来るんやったっけ。先制攻撃のチャンス。いいね。マミーはね、眠りめんどくさいんですよ。こっちもか。うわ、寝た。まずい。狙ってくんなよ。回復はしないっす。よーし、OK。レイスか。麻痺やね。一人止まったか。ケイキングピンチ。狙ってくんな。よし、あぶねえ。ギリギリっすね。じゃあ次行きましょう。沼の洞窟です。話しかけたらバトルになるよね。いける。おー、銀か。装備しろって。全部回収してからね。話しかけてみる。オッケー、先制攻撃。あぶねえ。いや、ピスコディもきつい。
リスコディーモンか。全員残ればいいですけどね。うわぁ、H ピンチ。オッケーオッケー。いける。毒消し？マジかよ。何もないか。来るね。ディスコディモン。オッケー。最初の城です。コーネリア城。ここの宝は絶対に回収しないといけないです。テント。そしてニトロの火薬。これが必要です。ドワーフの洞窟。さっき手に入れたニトロの火薬を、こいつに渡します。で、ここ通ることできなかったんですが、通れるようになって西の大陸行けるようになります。成功じゃ。で、宝回収して、はい、オッケー。じゃあちょっと装備するか。ユフィ。銀河大仏です。シャドウ。はい、オッケーですね。いや、ちょっと次まで行ってしまおう。メルモンドの町。武器確認するか。まあ、二つ、買っとこうか。あとは防具。
銀欲しいね。はい、オッケーっすね。アースの洞窟に住むヴァンパイアの仕業、奴を退治してくれないか。次回いきます。ということで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。